ビサイド。現実のヨハネ、沼津インザミラージュ。また占い師の仕事じゃなかったけどね。な、何よライラプス、ちゃんと占いだってしたじゃない。あの商人のおじさんだって喜んでくれてたし。占いが当たらなくて気まずくなったヨハネが荷物運びを手伝ったからでしょ。倉庫から大きな船の甲板まで荷物を持って何回往復したか。そうそう、あんな重たい荷物この痛いけな少女に持たせるなんて。運んだのはほとんど私だけどね。だってあんなに大きい荷物一人でなんて無理だってば。それにライラプスは体が大きいんだから、私の倍運ぶぐらいがちょうどフェアなの。それじゃあもらったお礼の半分は私のものってこと？え？まあそうとも言えるわね。箱の中から好きなもの一つ選んで持ってきなって言われて、ライラプスも一緒に見てたでしょ。結局ヨハネが選んじゃったじゃん。え？あー、そうだっけ。もらったものが鏡じゃ半分こってわけにもいかないし。細かいことはいいじゃない、ちょうど素敵な鏡を探してたんだから。例のやつ本当にやるの？もちろん、占い師だって話題になってなんぼよ。常に新しい挑戦が必要なんだから。必要なのは占いをちゃんと当てることだと思うけど。それも兼ねてよ、この挑戦はヨハネという偉大な占い師の新たな地平を切り開くはずよ。それで話題が話題を呼んで、歌って踊れる占い師だなんてスカウトがどんどん来て、その心意気は買っておくよ。それよりさ、来週のパーティーの準備は進んでるの？しまった、みんなに来てもらうのに全然準備できてない、どうしよう。新たな地平より目の前の計画性が必要だったね。うるさいな。マルのお店でも人気の特製パンやお菓子いっぱい持ってきたから、どんどん食べて。うわー、どれも美味しそう。今日のためにお腹空かせてきたからいっぱい食べちゃう。ルビー、美味しいのはいいことですが、食べ過ぎは禁物ですよ。
何でもほどほどが肝心ですわ。はーい、お姉ちゃん。うちの旅館の温泉で作った温泉卵もぜひ食べてみて。わーい、ありがとう、チカちゃん。ねえ、ヨハネちゃん、ライラプスはいないの？あってモフモフしたいなって思ってたんだけど。ああ、ライラプスはここも狭いし、大きい自分がいたら窮屈だろうからってどっかにお出かけしちゃった。多分裏のおばあちゃんとこかな。ライラプスの言葉がわかるみたいな口ぶりね。長いこと一緒にいるとサプリを見てれば何を言いたいかわかるのよ。言葉がわからなくても。ふむふむ、動物学者としてそういう意思の伝達には未知の部分が多くて非常に興味があるの。今度また調べさせてね。お手柔らかに頼むわ。でも道具合で言うならワーシマー島の子たちの方が謎だらけだと思うけど。そういえばこの前伺ったマリさんのお宅はとても広くて素敵でしたね。魔王族の末裔として代々受け継いできたものだし、私が建てたわけじゃないから自慢もできないけど。でもありがとう、ダイヤ。でっかいお城でマルもたまげたずら。遠くから見たことはあったけど、もっと怖いとこかと思ってたよ。ごめんね、まだちょっと手入れが行き届いてなくて。あの広さでは仕方ないわよ。私も今度お手伝いに行くから。マルも手伝うずら。お化けちゃんたちも可愛いし、みんな働き者ずら。みんなで頑張ってお掃除して。お掃除して頑張った後はマリちゃんのマカロンをいただく。ちょっとズラマルはそっちが本体でしょ。でもわかる、あれは美味しい。あの味マルも学びたいな。ちょっとした贅沢気分だったね。マリの家に比べて狭い我が家、窮屈でごめんね。それを言ったら次の開催を任されて私の家なんて修理を待ってるガラクタと工具だらけで、どうしたらいいか途方に暮れてるよ。それではカナンさんのところには私が片付けのお手伝いに行きましょう。整理整頓は得意な方です。さすが、ダイヤさんはきっちりしてるよね。ヨウだって配達しなきゃいけない手紙はきっちり整理して仕分けなくちゃダメでしょ。ああ、私はメッセンジャーで配達が専門だから、手紙の仕分けは担当の人がやってくれるんだよね。それなのにカバンの中でごっちゃになって配達先を間違えちゃったりしてね。わかる。私もこの前食材の発注数間違えちゃって、しばらくお刺身特盛キャンペーンになっちゃったよ。あの特盛キャンペーン、それが理由だったんだ。あーえへへへへ、お客さんがたくさん来てくれたから助かったよ。マルもパンとお菓子の焼き加減を間違えていっぱい焦がしちゃったの。お客さんから注文されてたものだったのに、もうひたすら謝るしかなかったずりゃ。花丸やチカでもそんな失敗あるんだね。誰だってあるわよ。私だって研究所の本棚を一列全部倒してしまって、大切な本たちがもうめちゃくちゃに散らばっちゃって、マリちゃんに手伝ってもらったけど片付けるのに1週間かかったわ。気にしないで、
面白そうな文献ばかりで楽しかったわ。あの大きな本棚ごと一列倒すって、さすがリコ、スケールが違うわね。そういうヨハネはどうなの？最近の失敗話を聞かせてよ。え？私？占いが当たりまし。わあ、ヨハネちゃんがしょんぼりしちゃった。そんな意地悪言わないで、カナ。私だって困りごとがあった時にはヨハネには助けてもらったのよ。そうですわね。ヨハネさんの活躍に助けられた方々の声は行政局にもたくさん届いています。そうなの？やっぱり私役に立ってる？そうだよ。方法は占いじゃなくたって立派なもんだよ。ヨウさん、その言い方はかえって。いいのよダイヤ、そんな物言いもここまでよ。今ここで大発表しちゃいましょうか。それでは皆さん、こちらにご注目ください。これって鏡？そう、これは古より伝わる魔力を秘めた由緒正しい鏡。確かに雰囲気のある鏡だね。私はね、この鏡で新しい占いを始めようと思っているの。新しい占い？題してヨハネの魔境占い。どう？神秘的な感じだし興味持ってもらえそうだと思わない？いいね、面白そうじゃん。ねえヨハネちゃん、それってもしかしてウォレンと悪い山に出てきた占いじゃ？小さい頃に読んだことがあるわ。子供向けの絵本だったけど。私は読んだことないな。私もないな。どんなお話なの？ルビーは読んだことあるよ。ウォレンさんっていうすっごい魔法を使う人が悪いやつを倒すお話だよね。昔お姉ちゃんが読んでくれた。人呼んで大天使ウォレン、大魔法使いで占いも百発百中という絵本の中の英雄ですわ。その力で山に住む闇の化身ナイトウィキッドという魔物を倒すというお話です。そうなの。ウォレンは正義の大魔法使いで究極の占い師なの。その力で世界を救う英雄なんだから。そっか、魔境占いって絵本の中でウォレンさんがやってたやつだよね。そうです。ヨハネちゃん、ちょっと安直すぎないかしら。その絵本を読んだことがある人が聞いたらすぐにバレちゃうわよ。いいでしょ、かっこいい方がみんなに分かりやすくていいし。それに占いは当たるか当たらないかが重要なんだから。そうです、まずは占ってみたらいいじゃありませんか。私はヨハネさんが皆さんの役に立ちたいという気持ちを信じていますわ。マルも信じてる。だからヨハネちゃん、マルのことを占ってほしいずら。花丸もありがとう。えへ、それじゃ気を取り直して魔境占い始めさせてもらうわ。
のことじゃ当たってるかわからないから、花丸の今考えていることを当てていくわね。古の光と闇をつぐるもの、その力持て、運命の扉を映し出せ。むむむむむむ、ドキドキドキ、我が求めに応えよ、深淵の魔境。呪文まで絵本と一緒なんだね。残念、また外れたずら。そんなバカな、私の力が封じられているのか。きっと練習が必要なんだよ。そうだね、そんなに簡単にできたらありがたみが薄いよね。なぜ。そうだ、他の人も占ってみよう。花丸が私の力を封じてるかもしれないし。マロはそんなことしないずら。占う相手を選ぶなんて聞いたことないね。まあまあ、才能があるかないかすぐに結論出さなくてもいいんじゃない。そうよ、これから1年でも2年でも訓練して当たるようになっていけばいいのよ。そんな子供みたいなこと言われてもね。何？鏡が光ったような。今はなんともないみたいだね。ひょっとして鏡がダダッコヨハネに怒ったんじゃない？鏡が気持ちを表すなんておとぎ話のようね。外の光が鏡に反射したのかな。太陽もヨハネを応援してくれてるのかもね。いやー、いいこと言うわ、さすがマリ。太陽の占い師ヨハネと呼ばれるようになってみせるんだから。それじゃ太陽の占い師ヨハネの誕生を祝って乾杯しよう。ナイス、チカ。誕生できるようにだね。もうヨハネちゃんがすっごい占い師になれるように乾杯。乾杯。どうしたの？
あ、出るかな。
ずらー。ヨハネちゃん、そうずら。なるほど。頑張ってずら。大きい。そうね。you